一人としても知られる。原名は吉尾字は小雲父の孫久蛛亭は新軍の将官であった。孫和明は初めは農事に就いたが、1912年より兵玉省の舞台に参加する。兵玉省から孫和明はその才能を見込まれ、その後順調に昇進していく。1924年10月の北京政変直前には、 旅町に昇進した。1926年春、国民軍第一軍、第二市市長として、乱州に駐屯した。同年10月には、8ヶ月にわたり、西安を包囲していた、劉鎮家率いる鎮火佐軍を激戦の末に、撃破している。この軍港により、孫和明は、国民軍第四軍軍町に昇進した。中国国民党の北伐でも、 孫和明は国民革命軍第二集団軍第一方面軍葬式として軍事的成果を上げた。1928年5月北京政府軍を総統して山東省に入った孫和明は山東省政府主席に任命された。孫和明は堅実な山東省統治を実施し災難事件や北京政府の統治で混乱していた山東省に 一定の平穏をもたらしている。1929年9月、氷玉将と円尺山が反将解析への立場を表明すると、孫和明もこれに従い反将戦争に参加した。しかし反将戦争は敗北に終わる。また作戦上の祖母から、孫和明は同僚の総鉄元と激しく対立した。 1930年の中原大戦にも参戦したが、反将軍は敗退した。1933年5月、表玉省がカルガン口でチャハルミン州公日同盟軍を結成し、孫和明は同軍で、騎兵挺新軍軍長に就任する。6月には、公日同盟軍軍人委員会常務委員に就任した。しかし、紹介席が、 兵玉将を討伐しようと包囲してくると、孫和明は病気と称してカルガン口に戻り、このために兵玉将の怒りを買ってしまう。8月、兵玉将は下野に追い込まれ、高日同盟軍も総鉄源に接収された。孫和明は電信に逃げ込んだ。その後の孫和明は引退状態となっていた。 日中戦争勃発後の1939年、気殺戦区司令券下北省政府主席の鹿、少林から気殺戦区遊撃指揮官に任命され、ようやく前線に復帰する。1940年春、路災行所主任に任命された。しかし、国民政府中央からは装備、補給など様々な点で礼遇され、1942年には、 路災行所主任を罷免された。不満を抱いた、孫一明は、ついに、南京の王朝明政権に基準した。以後、南京国民政府の第二方面軍総司令、海風水税公所主任、蘇北水税公所主任などを歴任した。日中戦争終結後は、孫一明はそのまま、蒋介石の国民政府への復帰を許され、第二祖司軍総式に任命された。 その後、国境内戦に参戦している。しかし、1948年の愛海戦役で敗北し、一度は人民解放軍に降伏した。間もなく孫和明は逃走し、南京を経て、上海に移る。だが、上海が人民解放軍により制圧されると、孫和明は再び逮捕された。1951年5月10日。 週刊先の訴訟士で告知した、去年59。ありがとうございます。